労働党、韓国。労働党は、韓国の進歩主義政党である、民主労働党、以下、民道党というの、新北朝鮮路線、以下、新北路線というに、批判的なグループによって、2008年3月に結成した進歩新党を前進とする進歩主義政党である。当世は、平等、生態、平和、連帯。2012年4月の、 第十九代総選挙で政党存続要件である有効得票2%を獲得出ず回答を余儀なくされたが同年10月に新保新党連帯会議として再結成され2013年7月21日の党大会で現在の党名となった民労党内には大きく分けて新北路線を取る自主派と新北路線に意義を唱える 呂道派の二つのグループが存在していたが、2007年12月の大統領選挙で、県営基地候補が創造韓国党の文国現候補を下回る3%の得票に止まり、敗北を起死したことで、自主派と呂道派の対立が表面化した。大統領選敗北後の2008年1月に、結成された非常対策委員会委員長。 陳省によって提案された組織労働運動を中心にした路線への転換。新北路線の生産と2006年10月の一審会事件で逮捕された党幹部の除名を骨子とした改革案が2月3日の臨時党大会で否決され、翌4日、陳委員長以下の非常対策委員会メンバーは総辞職した。これをきっかけに平等派党員や幹部の離党が相次ぎ、 2月15日には、金恵隆史、金平行元代表や、元党最高委員、党地域委員会の委員長や幹部らが離党するなど、分裂が拡大した。民労党を離党する意思を表明した、平等派の六海さんと陳賞、シム・サンジョン両議員は、新しい進歩政党を立ち上げることを表明、2月24日の進歩新党推進討論会を経て、3月2日に、 国起人大会、準備委員会結成大会、3月16日に総統大会を開催、路海さんと陳章等を5人を共同代表として、進歩進党を旗揚げした。しかし、準備期間が短かったこともあり、2008年4月9日の総選挙では、地域区と比例代表区、共に議席を獲得できなかった、比例代表得票率2.94%。 総選挙後の二千九年三月に行われた党大会で、路海さんが全党員を対象とした直接投票で、新代表に選出され、これまでの五人代表制から、単独代表制に変更された。路代表は、就任演説で、庶民のためだと宣言をするだけの集団ではなく、庶民から、本当の友と認められる党として出直すと宣言し、四月末の再補欠選挙を筆頭に、 院内議席を確保することと2010年の地方選挙で勝利することを訴えた4月29日の国会議員再選挙で元議員の長賞種、ジョスンス候補が半奈良党の候補を下して当選し国会内における議席を得た得票率 49.20%2010 年6月の地方選挙で民主党を中心とした野党は市民運動団体と協力して 半奈良党に勝利するため選挙連合を結成した。当初、新法新党も選挙連合に加わっていたが、首都圏における候補者調整をめぐる対立をきっかけに、連合を離脱して、独自に選挙戦を戦うこととなった。広域自治団長選挙では、党代表のロカ海さん、ソウル市長候補やシムサンジョン、景気道知事候など9名が立候補したが、シム景気道知事候補は、 野党権の候補者一本化を目的として立候補を辞退した。選挙の結果、広域議会選挙で3名、基礎議会選挙で22名が当選したが、野党連合への対応などで一貫性を欠いた、選挙運動を展開するなど混乱が見られ、党員の間では指導部に対する反発が強まった。そして10月15日に行われた臨時党大会で新たな党代表に、 長勝氏が選出され、同時に選出された副代表4名と共に、第3期代表団を発足させた。来るべき次期大統領選に向けて、民労党と新歩新党で分かれている、新歩主義勢力を再結集するための、新歩政治大統合と新歩政党建設のための、新歩人営代表者連席会議、以下、連席会議の第一代表者会議が2011年1月20日に、 開かれたのを皮切りに、話し合いが進められ、5月31日から6月1日の第6次連席会議において9月末に統合して、新しい進歩政党を結成することで、最終合意に達した。しかし、核開発や三世代権力世襲など、北朝鮮問題において、厳しい立場を取る進歩新党と、新北的立場の民道党との間では最後まで、対立が続き、 最終的に進歩新党が民道党側に情報する形となった。そのため、進歩新党の副代表3名は最終合意案に反対を表明、党員の間でも強い反発が上がった。同月27日に行われた臨時党大会では、進歩新党組織進路に関する特別決議文を採択し、民道党などとの新設統合の決定が8月に延期された。 この背景には、連席会議における最終合意をめぐって、党内対立が深刻化する中で決定を先送りし、党分裂を避ける狙いがある。その後9月25日に統合進歩政党の総統大会を開催することで合意したものの、9月4日に行われた党大会において、民道党との合わせ党案への賛成票が成立に必要な3分の2に満たず否決されたことで、 民党党との合わせ党議論は解消されることとなった。党大会の翌9月5日、統合が解消されたことを責任を取って、長賞主代表は、党代表を辞任することを表明した。翌6日、党の看板政治家である、陳賞とろ海さんは統合進歩政党建設のための新組織立場を明らかにし、8日に、新しい進歩政党建設のための統合連帯、以下、 統合連帯を旗揚げした。こうした動きに対し、金文樹権限代行は統合連帯の解体を要求、指導部の辞任による非常対策委員会の設置基準も明らかにした。同時に、軍省政党である社会党との新党結成提案も言った。9月14日には、社会党の安保3代表と会談し、新保新党と社会党の両党による広範な新保、 革新勢力の結集を目指していくことで合意したことを発表した。9月23日、進歩新党総統の立役者である、路海さんと陳昌が、大衆的な統合進歩政党を建設するためとして、離党を表明した。この離党の背景には25日に行われる、予定の民道党党大会を前に、進歩統合の主役として、 自分たちの存在と立場を示す必要があったと見られている。そして10月6日には、朝尚主議員と元市導党委員長12名が離党を宣言したことにより、進歩進党は再び因外政党となった。11月25日、新たな党代表にベストセラー、コレアンドライバーは、パリで眠らないの著者で、南朝鮮民族解放戦線委員会、 南民選事件関係者の公与案が選出された代表就任は28日、12月1日、高代表は社会党の安代表を訪問し、その席で両党が進歩左派勢力が一つの政党を建設できるように努力することで合意した。その後、進歩新党と社会党は統合に向けた協議を進め、2月7日に社会党が 新保新党に吸収される方式での合わせ党に暫定合意した。そして新保新党と社会党は2月19日にそれぞれ党大会を開催し、両党の統合を推進する担当機構を設置する案件を賛成多数で可決した。合わせ党推進のため設置された担当機関での実務協議を経て、3月4日に合わせ党大会が開催され、統合政党としての新保新党が発した。 2012年4月に行われた第19代総選挙の結果、比例代表では1.11%の得票率に止まり、地域区でも当選可能性が高いとされた継承難道拠彩しの候補者が僅差で落選した結果、当選者を出すことができなかった。政党法では議席を得られず、有効得票2%未満の政党は自動的に解散する規定となっているため、 新保新党は解散されることになった。しかし、選挙直後に新保新党総統準備委員会を構成して新たな政党づくりを進め、10月7日に行われた党大会で新保新党連帯会議として再総統した。12月に行われる大統領選挙では民主党合党や新保正義党による野党連帯には参加せず、独自候補で本選に挑む方針をとり、 労働者大統領候補として11月に立候補した金素四を支援した。しかし、旧社会党を中心とする党内の一部勢力は4月総選挙において、進歩ン党比例代表1位で立候補した金、ジェヨンを支援したことで、分裂選挙となった。選挙の結果、僕金恵とムンジェインによる事実上の捕獲一騎打ち構図の中、 金ヨンとジェイヨンのいずれも1%にも満たない得票しか得られず落選した。2013年2月、緑色社会主義を党の革新路線とすることを掲げた力地が新たな代表に選出された。3月に行われた党全国委員会において、進歩政治を再建するための勢力結集を呼びかけるとともに、上半期に透明や考慮、 当県や当期及び長期成長戦略を含めた新党を結成する方針を決定した。6月23日、最早党大会を開催し、社会主義路線を明確にした考慮を採択した。しかし、大会における重要目標の一つであった、緑色社会労働党への透明改正については、旧社会統計党員の反対によって、議決定速数の3分の2に2票とどかず否決される。 結果となった。その後、7月21日に行われた臨時党大会で行われた党員投票の結果、労働党が最多支持を得たことで、進歩新党は労働党へ透明解消した。2014年6月に行われた全国同時地方選挙では、広域議会1名、基礎議会6名の当選、いずれも地域区に止まり、前回選挙よりも、 勢力を減らす結果となった。なお、広域議会、継承南道で当選した候補者は、地方選挙において進歩系政党、統合進歩党、正義党、労働党がのきなみ惨敗した中、唯一の地域区当選者となった。2015年1月30日に行われた、党代表選挙の結果、正義党、中道左派の院内政党と国民の会、 進歩勢力の結集を目指す市民社会勢力のグループとの合流による進歩勢力結集、そのための党員総投票を公約に掲げたな、ギョンチェが代表に選出された。その一方で進歩勢力結集に反対する声は大きく、進歩勢力の結集を推進するための党員、総投票不議案は6月28日の定期大会で否決された。これを受け7月3日、 ナ・ギョンチェは、代表を辞任する意向を表明した。9月18日、バイトローソ委員長のクギョヒョンが、党委員投票で過半数の得票を得て、当選、進歩勢力結集派が離党した後の党の再建を、図ることになった。2016年4月に行われた、総選挙では0.38%、9万1705票、の支持を得るにとどまり、議席獲得はならなかった。 同年10月に行われた、党代表団選挙でイガープ4候補が新たな代表に選出された。2013年6月に採択された綱領では、党の理念を、生態主義、女性主義、平和主義、少数者運動と結びついた、社会主義都市、徹底的な民主主義の原則により、生産手段を社会的に所有、運営する新しい社会を建設することを掲げている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。